完成しました。久しぶりのガーリックエダマル、いただきます。今日初めてイチゴビール飲んだんですけど、美味しいですよ。いや、ビールにガーリック枝豆合う。お次はインドの青鬼、どうでしょう。いただきます。飲みやすい。なんだこれ。後がちょっと苦味くるな、ホップ。これも美味しいですよ。初めて飲みました、インドの青鬼。誰かに似てるな。デイキャンプもいいけど、やっぱりキャンプいいっすね。まあ、かみさんと二人で夫婦キャンプやってますけど、ソロキャンプもまた最高っすよ。次は塩ホルモン、スミヤの塩ホルモンですね。こちらを焼いていきたいと思います。はい、ただいま焼いてますのが塩ホルモン、スミヤさんの塩ホルモン。こちらはですね、豚の直腸になりますね。ビール合うんじゃないですか。いい感じ。焼けてきてるね。ホルモンが焼けたというところで、3本目。こちらはですね、木桜の悪魔の日。できるかな。黒ビールですね。黒ビールにホルモン合うんじゃない？じゃあいただきます。塩ホルモン最高。悪魔のビール。ほら黒。これも美味しいですよ。こちらの塩ホルモン、スミヤの、ホルモンなんですけど、タレも売ってたんですけどね、まあ物足りなかったら焼肉のタレつけて食べようかな、だったら塩にしようかなみたいな感じでちょっと選んでみました。油濃さはそんなに感じないですね。歯ごたえがもう最高。噛む噛む噛む。これまた美味しいです。はい、続きまして、自
畳の焼きを行きます。出すのこれかな。それじゃあいただきます。畳の焼き、これは部位で言うたらガツの部分ですね。じゃあこれをこれも歯ごたえ最高。うまし。さあ、火はそろそろ落ち着いて、ちょっとねビールはもう飽きたんで。次日本酒飲みたいんで、ちょっと日本酒用のあてを。今日はハマグリです。今日はこれで日本酒飲むよ。いいハマグリですよね。日本酒いきますね。大月かまども、これでハマグリを食べたいと思います。うん、ありがとうございます。ああ、日本茶うわ。
スト2つになってしまいました。今週もなぜ2本買ったか、これには理由があります。はい、先ほど焼きながら汁を取ったハマグリのだし汁ですね。これを割ります。だし汁、これつけてもいいな。いや、うまいし。ハマグリのだし入りの日本酒。この後デイキャンはね、焼き牡蠣をやったんですけど、いやもうその時からも日本酒飲みたわて飲みたわて、あの牡蠣汁もね、あれもね日本酒で割るとうまいですからね。あのこれからの季節おでん割りっていうのもすごく美味しいですけども、あのおでんのだし割りね、でも焼き牡蠣したその汁をね、少しずつこう、まあ器でも何でもいいですよ、こうね焼きながら、もう当然貝を焼いてるとその貝の持ってる水分栄養分がもう全部出ちゃうんで、常に常にちょこちょここうねすくって取ってあげてください。でそれに対してちょっとお醤油でもいいから入れてあげて、でそれを日本酒で割ってあげてください。これからの季節いいですよ、おすすめです。私はこういう飲み方が大好き。火も落ち着いてるんで、まあ、じっくり焼きながらつまんでいきたいと思います。いただいてるのもつくね、あちじゃあウイスキーに合う次に行きましょう。じゃあ次はこれで、いや、ウイスキーに合うのはやっぱりチョコレートなので、ではチョコレートとウイスキーを、チョコレートとウイスキーは合うね。